金って俺いつも言ってるんだけど、狂気にもなるし武器にもなる、はい、結局お金の使い方で得するわけよ、はい、そういうお金の切り方をしていかないとダメだな。なるほど。そう、はい、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は韓国からね、はいはい、まあ、昨日韓国入りして、2泊かな、まあ、うちも、フランチャイズが5店舗ぐらい出るっていうことで、まあ、韓国に来る機会も増えるかなと思いますけど、はい、はい、今日はカメラマントールでね、はい、まあ、トールは昨日からちょっとついてきてもらってて、ちょっと荷物がね多くて俺も一人じゃ無理やったから、ちょっとトールにお願いしてついてきてもらってんけど、なんか質問ありますか？いつもありがとうございます、はい、でまあ本当にずっと思ってたことシンプルに聞いていいですか？いいよ、いいよ、そっちの方がなんか響くやん。あ、本当ですか、うん、まあ、自分は韓国とかシンガポール、ドバイ、いろんなところに池田さんが連れてってもらってきて、うん、入国するときとか、うん、出国するときに、うんうん、まあ、裏口から VIP で入ったりとか、うん、VIP で入国いつもされるじゃないですか、うん、で迎えが来て、うん、ホテル入ったら全部スイートで、うん、で全部荷物持ちとかいて、うん、そのからくりってどうなってるのかなっていつも、うん、あ、なるほどね、海外連れてきてもらったときに、なるほどね、全部 VIP で全部自分らまで対応していただいてたんで、うん、ずっと気になってました。はい。まあ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 、まあ、シンプルに言うと本当にお金を使ってるからじゃん。あー、まあ、なるほど。お金を使ってるからって言い方はおかしいかな。なんていうかな。まあ俺も昔から海外ずっと行ってるし、はい、まあもちろん人脈でっていうのもあんねんけど、はい、やっぱりお金を使うってことがすごい大事だと思ってて、それはいろんな意味で、まあ、あの飲食店でもそうやし、いろんな意味でね、お金を使うってことはすごく大事だと思ってて、俺まあ昔からずっと言ってるんだけど、結局経営者は特に、まあ、経営者だけじゃないと思うけど、人としてね、やっぱりお金の使い方って俺一番大事だと思う。結局お金を稼いだところで、じゃあそれを何に使うかが一番重要だと思うんだよ俺、はい、結局じゃあお金持ちでもかっこいいお金持ちとかっこよくないお金持ちがおると思うね。いますね。それってお金って俺いつも言ってるんだけど、狂気にもなるし武器にもなるんだよ、はい、お金って一見多分普通の人から見ると武器やと思うね。これは何でも、例えば何の投資でもそうやけど、例えば 10% のじゃあ利益が出るとして、100万円を出したら110万になるわけよ。 10% やったらね。そうですね。例えば利益出たとしたらね、はい、でも1000万だったら1100万になるわけよ、はい、じゃあこれが1億になったら1000万なわけよ。 10% で、で10億だったら1億なわけよ。で100億だったら10億なわけよ。っていうふうに結局やることは同じでも、はい、やっぱお金の大きさで変わってくる。そうですね。結局、はい、やっぱりお金がお金を生むっていう、はい、だからで、あとは例えばさ、じゃあ、まあ、女性口説く時でもさ、はい、いいレストランに行って、はい、いいものを食べてもらって、はい、いいワインを飲んで、はい、その後お泊まりに行くならいいホテル泊まってとかの方が、それは絶対女性は嬉しいやん、はい、そうですね。アパホテルより嬉しいやんずっと嬉しいと思います。うん、嬉しいやろ、はい、まあ、それはもう綺麗事だし嬉しいと思う、はい、例えばいやめちゃめちゃ好きな人がおって、はい、その人やったら何でもいいみたいな、うん、でもそれってもう極論の話、うん、究極論の話で、うん、その人とアパホテル行くより、いやその人といいホテル行った方がいいよねっていう、そこは綺麗事なしに。確かにそうですね。どこでもいいっていうベースはあるで、それは本音やと思うんだけど、はい、でもあった方がいいよねって、はい、そうやって思い出も作れる、はい、じゃあ例えば旅行行く時でもエコノミークラスで2人で彼女と旅行行くより、ファーストクラスとかビジネスクラスで行った方が疲れもないし、機内でも楽しめるし、しんどくもないし、思い出がまた新たにできるよね。間違いないです、うん、それも綺麗事なし、はい、っていうところで言うと、やっぱ普通から見るとどんな状況でも、まあ日本でやっぱ資本主義やし、はい、どんな状況でもお金っていうのはみんな武器に見えるの。お金ある人っていいよねとか、お金持ちやからモテるよねとか、お金あるからそういうことできるよねっていうのはあると思う、極論としてね。でも時にはそれが狂気にもなるっていうことを分かっておいた方がいい。あ、やっぱお金があるからってマウンド取ったりとか、はい、投げつけたようなお金の払い方したりとか、はい、あ、ほな俺がやったるわみたいな偉そうにしたりとかっていうのはマイナスやな。そうです、ね、だったら俺いつも言うんだけど、お金持たない方が幸せやな。あ、なるほど。だから本当にお金と人間力っていうのはしっかり釣り合ってこう一緒に上がっていかないと、いきなりポーンって宝くじ当たった人がいたとします、でも全く人間力ないです、うん、これお金なかった方が魅力できる本当は。あ、なるほど、うん、でも逆に人間力めちゃめちゃあると、はい、人にも当たれるしすごいと、中にはおるやん、うん、人間性かなりできてると、うん、ただお金がついてきてないと。いますね、うん、これも俺、はい、でもこれってこれはこれで正直魅力に欠けるの。ああ、なるほど。いい人で終わっちゃうのよ。ああ、なるほど。与えれる気持ちは持ってるのに与えれるものが少ないやん。でもお金がこれ追いついてきてれば最強のカリスマになるやん。なるほど、そうですね。間違いない。だからこのバランスっていうのはそれは多少ブレはあるけど一緒に上がっていかないと分かんないね。
から成長していかなあかんのよ。だから簡単にお金稼げてもあかんねん、俺の理論で言うと。あ、やっぱ苦労して稼がないと人として人間力としても成長してないから、結局お金が先行しちゃってるっていう。例えば宝くじ当たったりとか何か投資でバーンって当たった人っていうのはもったいない、逆に。ああ、なるほど。うわ、あの人お金なかった方がかっこよかったなっていう。ああ、うん、それやったらちょこちょこ自分で上げていった方がよかったなっていうふうになるねんな、はい。でもそれってじゃあ何で決まるってなったらお金の使い方で決まるの。そう、結局私利私欲だけに使ったりだとか、特にこれ社長とかね、するとやっぱ社員の目とかもさ嫌やん。嫌ですね。例えば俺がさ、じゃあさ今さ、まあ、360店舗、70店舗ぐらいオープンして、で、まあ、フランチャイズもたくさんいてくださって、で本部のスタッフもたくさんいてくださって、もうそんな総合計でいうと1000人以上の規模やんか、はい。じゃあその人の家族とかまで考えるともう何千人規模やんか。でみんな俺のこと見てるわけよ。今 SNS もあるからね、この YouTube も多分見てくれてるね。そうですね、見て見てくれてるわけよ、はい。じゃあそれが俺が何かで合流したりとかキャバクラでポン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 合流したりしてたら嫌やと思うねん。だったら私たちにもうちょっとボーナス出してよとかってなると思うね。間違いない。でフランチャイズオーナーさんもいやいや俺らのロイヤリティでとか、はい、俺らの加盟金でってなると思うね。でも本来別にそれはいいねんね。だって会社としてビジネスとしてそれで成り立ってるわけだから、うん、いいねんけど見え方として良くないやんか。そうですね、うん、だから俺はそういうことはしないって決めてるんやけど、はい。だからなんかまあほんまにお金の使い方をこう意識していった方が若い子は特に絶対にいいね。俺はそれはなんでだったかっていうと、結局俺の先輩ってみんなかっこいいねん。まあ、みんないいって言い方してあれやけど、俺がお世話になってる、今もお世話になってる先輩っていうのはすごくみんなかっこいい。だからお金の使い方がかっこいい。もちろん俺後輩になんて1円もお金を出させたこともないし、はい、本当によくしてくれる、本当によくしてくれる、本当に今かっこいいお金の使い方を教えてくれる。でもその人たちに俺はずっと口うるさく言われてたのが、お前も先輩だったらこういうことしろよと。なるほど。だから俺はもう年で言うと、まあ、もう経営者で言うと中堅ぐらい来てるよな、35歳やから、うん、若くはないよな。若いって言われる、まあ若いって言われるけど若いって言われる年じゃないと自分では思ってるから、うん、やっぱりもう払う側の方が多いやんか。やっぱ後輩の方が多くなってきてるからね。そうですよね、うん。だからそれは俺は先輩に教えてきてもらった、歴代の先輩に教えてきてもらって、だからこそそれがかっこよく見えたし、実際かっこいいし、割り勘するような先輩とあんま絡まんかったから、あ、うん、そういう先輩にはなりたくなかった。だったらお金あるふりせんといてくれっていう、うんうんうん、わかる、うん、まあわかります、間違いないです、うん。お金持ちでケチって一番最悪だから、ケチっていうのはビジネスでケチるのはいいと思うね俺、うん。出すとこと出せないとこ、俺もそこで言うとケチると思うねんな、うん。例えば駐車料がちょっと高い、これ経費もったいないとか、はい、そういうとこは俺すごく厳しいと思うんだけど、はい、やっぱり人に使うときはガンといくやん俺。おっしゃる通りですね。ビビるぐらいいくやん。いきますね、うん。誰かの従業員の誕生日プレゼント何百万バーンいくやん。はい、間違いないです。でもそれはやっぱり育ってきた環境が良かった俺は。ああ、なるほど、うん。教えてきてもらったし、そうしてきてもらったから、はい、俺もそうしないといけないって思ってるし、それが当たり前になったから、はい。だからほんまにお金の使い方というのは本当に大事、お金の切り方ね。そうですね。そう、それが、まあ、トールがさっき言ってくれたように海外からもやっぱ俺が来た時におもてなしをしてもらえる理由の一つやとは思う。なるほど。正直分かりやすく言うと、はい。だから例えばね、俺の先輩とかでも、まあ、俺もある程度はそうやけど、まあ、ミシュラン店とかさ、予約の取れない店ってさ、取れるわけよ実際、うん、はい。知ってるやん、トール。わかります、うん。別に予約1年こんなんって言っても1年かからんわけよ、はい、はっきり言って。そうです。別にこれ自慢したいわけじゃなくて、別にかからんわけよ実際、うん。でもそれはじゃあなぜかというと、結局お金使ってきたからなの。ああ、そうですよね。そこのお店を紹介してくれた歴代の先輩、はい。そして俺をそこで紹介してもらったら、俺ももちろんその人らの顔を立てるためにも、はい、紹介に恥じないお金の使い方をする。例えばお酒飲まないけど高いワイン、まあ高いって言ってもさ、10万20万ぐらいのワインをおろすとか、シャンパン飲めへんけどこうおろして一緒に来てくれてる人飲んでくださいって言うとかさ、俺はそれはしてきたの正直。例えばコース5万円のお寿司があったら5万円で買えるんじゃなくて、20万円30万円のワイン、まあ、10万でもいいわ、ワインをおろしてさらっと帰ってくると。じゃあその対象からするとまた予約取ってほしいと。間違いないですね、うん。客単5万円のお店で、はい、一気に客単が10万20万になるわけよ、はい。ってなると、この人に来てほしいと、はい。で、気持ちよく、あ、ごちそうさまでおいしかったですって言って帰ったら、はい、もうそんないいお客さんとおらんわけよ。だから、やっぱ予約取れたらいつでも行ってくださいってなるわけよ。なるほど。だから結局、お金の使い方で得するわけよ。はい。だそれをなんか、こう、みんな、もうちょっと若い子は覚えておいた方がいい。間違いないですね。うん、これ分かりやすいと思う。シンガポールとかって、カジノ大国やん。うんうんうん、やっぱりこう、マリナベイサンズと、まあ、セントサっていうところにカジノが2つあって、はい、有名なマリナベイサンズって分かるでしょ。分かります。やっぱああいうとこってもうカジノの客が VIP なわけよ、はい。で何でやるかというと、別に負けてくれる客とかじゃなくて、やっぱりカジノでたくさん高額なベッドで遊んでくれるお客さんが好きなわけよ。で俺初めてシンガポール行った時にやっぱそれをもう知ってたから、あれってカードのランクがあるわけよ、
ありましたね。あれだろ、はい、カードので俺ってもうファイザーやから、はい、ファイザーっていうのはシンガポールで VIP っていう、はい、VIP やから普通のそのカードと違うわけよ、はい、だからもちろんサンズ泊まる時もスイートでもタダやし、はい、空港にももちろん迎えに来てくれたりとか、はい、入国審査もこううまく裏からやってくれたりとか、ね、並ばんでいいとかっていうのがあるわけよ実際に。であれば俺はどうしても取りたかったの、うんうん、なぜかというと例えばトールも一緒に連れて行ったと思うけど、後輩をみんなで行った時とか、はい、まあ、好きな人ができて旅行行った時とかで先輩を接待する時とか、実際フランチャイズオーナーも一緒にいたんやから、ね、を連れて行く時とかにやっぱり俺がそこで VIP なのと VIP じゃないのではやっぱり全然輝きも違うと思うし、 その人らにも楽させれるわけよ。だから俺はシンガポール初めに行った時にもう2000万3000万はっきり言ってカジノ負けていいと、うん、その代わりこの VIP を取れればいいとって思っていったわけも最初から。それ勝てれば一番いい、勝って取れればいいんだけど、やっぱりあれローリングやから、はい、どれだけ遊んだかやから、勝って負けて勝って負けてをどれだけしたかやから、だからそれぐらいの覚悟で俺も行ったわけ。なるほど。だから別にカジノで単純に遊びたくて行ったわけじゃなくて、あの VIP を取りたくて行ったの。なるほど。そうで結局取れたの、はい、でも結局だ例えばね、例えばそこで俺が3000万負けましたとしても、取れてることによっていろんな人を連れていけて、こういろんな景色を見せてあげれて、でそれをからくりを教えてあげて、はい、こういうお金使い方で大事だねって、無駄ではないよっていうのを教えてあげて、はい、じゃあその子たちもまた士気が上がるやろうし、そういう風に育っていくから、で接待もそこで例えばできて、じゃあ例えば接待してフランチャイズ決まったりとかすれば絶対元取れるから、間違いないです、ね、そういうお金の切り方をしていかないとダメなのよ。なるほど。そう、それは私利私欲じゃなくて、はい、やっぱりそういうなんかまで考えて俺はやっていかないと、だから結局俺がいつも、まあ、後輩らにはよく言ってるけど、お金の使い方が一番大事やでと、いつも聞いてます。お前らかっこ悪いお金の使い方をするなよと、はい、って言ってるのはそういうところやねんな。なるほど。そうだから結局、まあ、トールが言ってくれたようにどこでも VIP で入れたりとか、はい、じゃあ予約困難点を取れたりとか、はい、まあ、普通じゃいけないとこ行けたりするのはやっぱりお金を使ってきてるから、単純に VIP ってそういうことやったって。そうですね、うん、でもやっぱり、まあ、VIP を取って偉そうにするんじゃなくて、そこでもありがとうございますっていう、別に俺偉そうにしたことない、してないです、俺 VIP やぞみたいな、はい、そんな一回目一切ない、一切ないです、そんな別にね、見たことないです、そう、偉そうにそれでしないや、はい、ってなるとまたもっと美味しいお客さんや、間違いないですね、うん、だからそういうところで俺はお金をばらまいてきたって言い方おかしいけど、お金を使ってきたから、うん、はい、そういう扱いにされてるっていう。なるほど。だから後輩とかにもそういう今まで見たことない景色を見せてあげてるし、フランチャイズオーナーさんにも見せてあげてるし、先輩だって接待できるし、はい、だってそれこそ曽我さんなんてさ、昨日まで一緒におったんや、韓国さ、そうですね、いや曽我さんチケット取らんでいいですよって、僕全部やりますって言って、ホテルも僕取るんでって、でビジネスクラスで来て、で、まあ、ホテルもスイートやんか、食べ物とかも全部大丈夫ですよって、はい、ただで大丈夫です、やっぱすごい喜んでくれた。あ、そうですよね。そう、ケイタ君すごいねって、はい、すごい喜んでくれて、で、まあ、そもそも紹介させてもらって、あ、なるほど、いうことでやっぱりすごくこう横のつながりも増えたし、そもそもの家族とかもすごくね喜んでくれてた、周りのね身内、そうですよね、そう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 、だからそういうのも含めてお金の使い方はほんま大事だ。いや、深い話聞けました、うん、だからまあこの前の YouTube でも言ったけど、はい、結局払った方がポイントが入ってるから、間違いないですね、うん、奢ってもらってイエーイじゃないよ、はい、奢ってもらったら悔しがれ、わかりました、うん、お金を出されたら、はい、最悪が先越されたって思わないと間違いないですね、うん、俺だからさ、基本先輩とかと言ってもさ、同世代と言ってもさ、俺絶対最初のお金出せやろ、いや、そうですね、トールにさ、カード渡してさ、はい、やってこいって、いつもそうです、絶対そうやろ、いつもそうです、払われたくない、なぜかというと、はい、払われたら恩を売られるから、なるほど、うん、ありがとうございますってなるやん、はい、もちろん俺の周りの先輩はやっぱ払ってくれる人多いから、はい、ずっと付き合いしてる方たちはね、それはもう先輩の顔を立てるためにごちそうさまでした、ありがとうございますと、俺が払ったら失礼やからさ、いや、そうですよね、逆にお前らが俺と飯行ってさ、はい、払ったら失礼やからさ、そうですよね、お前やめてんのかってなるから、はい、俺はさ、はい、俺そういう性格だから、そういう人もおるから、はい、そう、それはもうかっこいい先輩としてありがとうございますっていただくけど、基本的に初めましてとかそういうのは俺も絶対出す、いつもそうですね、そう、もう恩を売られたくない、あ、どっちかというと恩を売りたい、なるほど、うん、まあこれはもうこすい話で言うと、はい、何かあった時お願いしやすいやん、ああまあ言いたいことすごくわかります経営者はそうですね、うん、はい、ずっとごちそうさまでした、ありがとうございますって言ってたさ、はい、ケイタこれ頼もうって言われたら、あ、もちろんってなるやん、なりますよね、それと一緒やと思うから、なるほど、そう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 、ね、お金を出すためにポイントが入ってるって俺は思ってるから、なるほど、だからすごいお金の使い方ほんまに大事、お金の使い方が一番大事です、経営者もう出すさえお金の使い方したら絶対モテへん、人もついてこない、従業員もついてこない、全員辞める、俺が言ってるやから、これは説得力からやろ、いや、そ、本当にその通りです、自分でも言うけど相当人ついてきてるやん、そうですね、オープニングスタッフなんて誰かが見てる、はい、そうやろ、はい、もちろん不平不満はあると思う、正直、はい、もうちょっとこうしてほしいとか、でもそんなどこでもあるから、そうですよね、うん、まあはっきり言う、俺社員にもいつも言ってる、社会は理不尽やと、うん、もちろん俺の会社も理不尽なことあるから、はい、で俺も理不尽なこと言うことあると、はい、嫌やったらやめろと、
でもそれよりも絶対に俺ら成し遂げたいことがあるし、しっかりとしたビジョンもあるし、うん、同じ船に乗ったなら沈む時もてっぺん取る時も一緒やと、うん、だからそれぐらいの理不尽はあると。俺だってよその業者とかが理不尽言われる時あると。でもそれ言い出しちゃきれないと、はい、その理不尽も含めてついてくれたらついてこいと、はい、っていうタイプやから。そうですよね。そうだから結果が全てだと思ってるから俺はね。いつも言うけど明日全てのスタッフとか全てのフランチャイズオーナーさん俺から離れる可能性もあるやんか実際な、はい、あるけど今日までは事実上ついてきてるわけよ、はい、実際ね、はい、じゃあそれは結果が全てや。だから俺はもうダサいお金の使い方だけはしたくないなというかダサい男になりたくないっていうのが大きいから、うん、まあそういうとこから。だからね俺ね後輩とかにも言ったのよ、はい、まあ組織とかにも言ったことあるんだけどエイトとか、まあ、いろんな通りも言ったことあるかな、うん、言ったことあるんだけど、うん、1回でいいからなんか30万40万のご飯をみんなにおごってみと。はい、から破れるから。ああなるほど。多分みんな5000円1枚やったらおごれんねんな、はい、じゃあこれみんな1回連れて行こうぜ今日は俺のおごりやっつってちょっと高いワインとか開けて、はい、ほんなら会計が30、40万、はい、な下手し50万、60万1回出してみって、はい、これから破れるでって。そういう意味で帰った後気持ちいいでって。なるほど、うん、それを私利私欲で自分が口説きたい女の子のためにやるんやったら違うけど、はい、それを自分の大切な仲間に1回やってみってから破れる。なんかお前はさなんか酔っ払ったら結構腹くせやろでもそれ大事よ、はい、絶対そっちがいいよ。そんなんな借りてでも払わない。その癖はまあ見抜かれてました確かに木田さんに、うん、はい、借りてでも払わない、はい、って思います。まあそんな感じで今日はありがとうございます。以上になります。ありがとうございました。いい話聞きました。ありがとうございました。ありがとうございます。